皆さんこんにちは。カルカモヤッコダコの鴨川です。当店は那珂市菅谷にある三森の那珂ショッピングセンター内にあり、お買い物の合間に気軽に立ち寄っていただけるファーストフード店です。そんなカルカモのおすすめランチは那珂湊焼きそばです。那珂湊焼きそばはひたちなか市の那珂湊で50年以上前から親しまれている焼きそばです。この焼きそばの定義は、ひたちなか市にある渡辺製麺所の手延べせいろ蒸し麺を使うことが決まりで、味付けや具材は自由なので様々なものが作られています。当店は那珂市で唯一那珂湊焼きそばを提供しています。カルカモの焼きそばは鶏ガラと野菜で取ったスープで麺をほぐしていきます。具材は野菜や那珂湊で加工された新鮮なイカやイイダコが入ります。味付けは3種類のソースをブレンドしたものを使い、もちもちの太麺と絡み、コク深い味わいです。この他にもあんこたっぷりのたい焼きやラーメン、お好み焼きなども人気です。那珂市にお越しの際はカルカモヤッコダコ、こだわりの那珂湊焼きそばを食べてみませんか。お待ちしております。1日おきか、もう2日に1分ぐらいは来てますし、今日は港焼きそば、焼きそばがこうちょうどいい塩梅で、あんまり柔らかくもなく硬くもなく、ちょっと甘みがちょっとあっていい味にできてます、うん、私はこの太麺が好きなんです、うん、だから好きなんです、この焼きそばが、うん、私もこの太麺好き。